どうも熊田です。部屋の中にスズメバチがいた時の怖さったらないよね。ということで声優ニュースのお時間です。今回のニュースはこちら。声優さんの宣伝 SNS その他説明欄をご覧ください。それではどうぞ。石川海人さん、先日八代拓さんと2人で飲んでいた時のこと、芝居についてなど真面目な話をしながら早い時間から飲んでいたそうな。すると海人さん、斜め後ろに知っている気配を感じます。振り向いてはいません。視野角が馬並みだそうで気配でわかるんだとか。八代さんにもしかしたら知り合いかもと伝えると、え、海人くん見えてないでしょと驚かれます。海人さん、いやでもまさかいるわけないか、だってわざわざここでバッティングすることないでしょ、斎藤壮馬と、とわざと大きめな声で言った瞬間、後ろからやめてもらっていいですかと言われたそうです。斎藤壮馬さんに。壮馬さんはたまたま友人とその店に入ったそうで、海人さんに気づかれた時はマジで恐怖を覚えたとか。3月29日、伊藤美久さん、これは地獄だね。口内炎が3つできました。かばってたら側面も噛んでしまいました。ご飯が痛い。早く治すにはどうしたら。口内炎ならビタミン C 摂取して、あとはイソジンとかでうがいしまくると治るかな。口内を消毒して清潔にしておくと早いです。4月5日には口内炎がラスト1個まで減りました。皆さんたくさん知恵を分けてくれてありがとうございました。皆さんも栄養とってくださいね。結構長いことできてるね。新人声優の増田陸さんですが、3月31日をもって声優活動を休業することが発表されました。2021年10月放送アニメブラオレブライドオブオレンジでは主人公水沢真中役を担当。こちら増田さんの声優デビュー作です。休業に伴い同役を降板、さらにアニメから誕生した声優ユニットスマイルプリンセスを脱退されることになりました。増田さん、大変重要な役目をいただいたにもかかわらず脱退降板という形になってしまったこと、ここ心からお詫び申し上げますとコメントされています。また今後の活動についてはこれまで受けさせていただいた稽古や声優としてさせていただいた経験を踏まえた上でしっかりと考えていきたいと思っていますとのこと。突然の発表に対してファンからは困惑の声、ねぎらいの声が多数上がっていました。ブラオレ公式は水沢真中役の後任が決まるまでスマイルプリンセスは6人体制で活動していくとのことです。3月31日、岡本信彦さんがこんなツイート。どうも、アプリゲームにて美少女の役をガチでやりました。岡本信彦です。気になるそのキャラクターがこちら。どことなく岡本信彦さんが演じるアクセラレータに似てますね。こちらスマートフォン向けアプリバトル RPG とある魔術のインデックスイマジナリーフェストにて2023年4月1日より始まるゲコタスタンプ付きイマフェスガチャアイドルフェスティバルにて追加されるフェス限定アシストキャラクター謎の美少女鈴品ゆり子です。非常に愛らしい姿形をしておりますが、あんまりジロジロ見ていると、何ジロジロ見てやがんだ、引っこ抜くぞ三下とか言い出しそうなんでやめておきます。するとどこからともなく杉田智和さん、サウナ行こう。突然のお誘いに岡本さん、サウナっすか、え、行きましょう、えとかなり困惑したご様子。さて一体杉田さんは美少女キャラを演じた岡本さんをサウナに誘って何をするんですかね。4月1日エイプリルフールのこの日に千原みのりさんこんなツイートをします。アイドルになります。人は自分次第でいつからでも新しいことに挑戦できる、キラキラできると女性アイドルグループ真っ白なキャンバスに電撃加入する旨を発表。ファンからしたらマジかってなるじゃない。でもねエイプリルフールだしもしかするとと思えなくもないわけです。とはいえ真っ白なキャンバス公式ツイッターでも宣伝してるし、公開された YouTube 動画では真っ白なキャンバスさんと一緒に写真撮影する様子がインタビューまであります。あれこれマジなんじゃないかって思えちゃうわけですが、ここでこんなツイート。エイプリルフール企画楽しんでもらおうと思い全力で臨みましたが想像以上の反響でした。真っ白なキャンバスさんへの加入は4月1日限定で、ツアーは一観客として楽しませていただこうと思っています。何？加入するかもコラボで歌うかもと思わせてしまった皆さん本当にごめんなさい。いやここまでやっちゃうのはすごい。まあせっかくのエイプリルフールだしすぐバレそうな嘘ついても面白くないかもね。さてエイプリルフールつながりでお次は角間愛さん、こんなツイート。休みを利用して初ハワイ。結論から言うとこれも嘘です。すると大原さやかさんが反応。わー素敵。角間さん
さやかさん、現在ハワイは曇りで気温は22度、雨が降りそうな予報が出ております。というあたかも現場にいそうなリプ。大原さん、ちょうどいい気候だね、明日は晴れて満喫できますようにと、なんか信じていそうな感じ。ここで角間さん、墓穴を掘ります。初ハワイに行った際はさやかさんにお土産を買っていきます。え、初ハワイに行った際は今いるんじゃないのか。そしてネタバラシ、実は私今日ずっと日本におりまして、エイプリルフールを満喫したいがために嘘ツイートをしてしまいました。反省しております。いやいや、可愛らしい嘘でしたよ。角間さん、こんなツイートもしていました。ユーミンがまだ気づいてくれない、めっちゃ日本いるのにハワイ行くべきかな。ユーミンこと内山由美さん、現地の写真まで送ってきてくれたから、やるな。拾った画像を送りつけてごめんよ、エイプリルフール盛り上げてくれてありがとう、変なツボ買わないでね。拾った画像送ったってなんか雑。でも信じちゃってるし、こりゃ来年は本当にハワイにいて逆に驚かせてほしいです。4月2日、瀬戸あさみさん YouTube チャンネルを開設されました。こちらのチャンネルでは歌ってみた動画やゲーム配信をやりたいとのこと。瀬戸さん、歌唱力めっちゃ高いからこれは非常に楽しみです。ゲーム配信に備えてゲーミング PC やデスクを準備中とのこと。他にも趣味のバイクや車に乗って移動系の動画も出すかもしれないとのこと。 YouTube を始めた理由は3年間担当したラジオ番組が終了したことからおしゃべりする場が欲しいと思ったそうです。改めて思いますけど、私の声優さんが YouTube やってくださると交流の場が生まれるので本当に嬉しいですよ。やった！動画説明欄にチャンネルのリンクを貼っておくのでぜひチェックしてみてください。小説婚約破棄された令状を拾った俺がいけないことを教え込むが2023年秋にテレビアニメ化されることが決定。主要キャストと第1弾 PV が公開されたんですが、なんとなんと主人公アレン・クロフォードを杉田智和さん、ヒロインシャーロット・エヴァンスを早見沙織さんが演じられます。杉田さん、よかったですね、心からおめでとうございます。こちらの作品、簡単に紹介しますと、森の奥で暮らす人嫌いな魔法使いアレンと国から追われている公爵家霊嬢シャーロットの物語。ある日アレンは森の中で倒れているボロボロの霊嬢シャーロットを発見する。家族から不遇な扱いを受け、婚約者にも裏切られたという彼女に同情したアレンはシャーロットをメイドとして雇うとともに自分の屋敷に住まわせ、さらにはいけないことを教え込み始めるというストーリー。この主人公の CV を杉田さんが務める意味がよくわかりました。そして杉田さん、こんなツイート、信じてくれ、嘘じゃないんだ。改めておめでとうございます。つぼみがいつか花開くように、夢は叶うもの。ということで、アニメ第1弾 PV のリンクを説明欄に貼っておきます、ぜひご覧あれ。